アルバート・コーツは、ロシア系イギリス人の指揮者、作曲家。ライトミュージックの作曲家、エリック・コーツやテノール歌手ジョン・コーツとは、血縁関係にない。ロシア帝国時代のサンクトペテルブルクにて、イギリス人の父親とロシア人の母親の間に、7人、兄弟の末子として出生した。ライプツィヒ音楽院に進み、アルトゥール・ニキシュに師事した。一時期ドレスデンのゼンパー・オーパーに勤めた後、マリインスキー劇場の指揮者に就任。ロシア革命後の1919年4月に、フィンランド経由でロシアを脱出し、イギリスに移った。1914年に、コベントガーデン王立歌劇場において、リヒャルト・ワーグナーのトリスタンとイゾルデを指揮して、イギリスデビューを果たした。解釈における力強さと、とりわけ、ロシア音楽との相性の良さによって、レーフ・ボーン・ウィリアムズや、アーノルド・バックス、アレクサンドル・スクリャービンなどの多くの新作を聴衆に紹介した。グスターブ・ホルストの惑星の全曲ロンドン初演も指揮した。1925年には、ニコライ・リムスキー・コルサコフのオペラ、見えざる街、聞いてじと、聖女フェブローニアの物語のイギリス初公演を実現させた。これは、ロシア国外での初演でもあった。1920年代から1930年代初頭にかけて、ロンドン交響楽団の首席指揮者を務め、優れたオーケストラビルダーとして、その演奏水準を引き上げるのに大きく貢献した。1920年にスクリャービンの放越の歌を皮切りに代表的な管弦楽曲の録音を開始し、その後はワーグナーのニーベルングの指輪の抜粋を、1925年にはルートヴィヒ版ベートーベンの交響曲第9番全曲を録音した。セルゲイ・ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番の初録音では、ウラディミール・ホロビッツがソリストに、コーツが指揮者に迎えられた。作曲家としては、オペラ、サミュエル・ペピーズ、ピックウィック教王、ピアノ協奏曲、恩師、ニキシュの追悼に捧げられた、交響詩、和紙がある。1946年に、南アフリカ連邦ケープタウンの郊外、ミルナートンに移住し、同地で1953年に死去した。ありがとうございます。